第101号型輸送艦は日本海軍の輸送艦の艦級、砂浜に接岸して船首の渡し板から部隊を上陸させる戦車揚陸艦の一種にあたるものである。1943年度に計画され、日本海軍では当初特設輸送艦であり、後に艦艇類別東急別表に移されてからは、第101号型が艦型名として新設され、二等輸送艦に 類別された。どちらも本級のために作られ、本級しか存在しない艦種であったため、単に二等輸送艦と呼ばれることもあった。日本海軍の定めた艦艇類別等級では、第103号型は存在しない。本型は当初、本来予定していたタービン機関の製造が間に合わなかったことから、初期生産艦の6隻はディーゼル機関を装備し、 洋木や煙突周辺の外観がディーゼル装備艦とタービン装備艦とでは異なる。そのため、太平洋戦争後に観光された書籍では、ディーゼル装備艦を第百一1号型、本来のタービン装備艦を第百三3号型として区別することが多い。主に海軍が設計建造をする戦車運搬艦の意味で SB 艇の SB は海軍の意味とも呼ばれたディーゼル艦を SBTD や SBT、タービン艦を SBTT や SBT と呼ばれた。一部が陸軍にも機動艇として供給され、陸軍においては SBT と呼称された。下記の建造経緯により、海軍が建造した現代でいう戦車用陸艦である昭和18年度戦時建造計画において、当初63隻の建造が計画。 1944年2月1日には、特設軍艦に特設輸送艦の類別が追加され、2月5日に、第101号から第163号、特設輸送艦として、命名、所管陳夫が仮定された。特設輸送艦として類別されており、その後順次巡航し、所管する陳夫が定められ、戦線に送られた。輸送艦長には、ほとんどが予備士官を当てられた。 なお特設輸送艦は、特務艦、特設運送艦、特設運送船と、同じく補給部隊編成表に掲載されていたが、実際の配属は、連合艦隊もしくは、北東方面艦隊であった。6月1日には24隻が家庭の所管を解かれ、陸軍に配分された。特設輸送艦としては、最終的に、クレチンジュフ22隻、サセボチンジュフ2隻が所管された。 同年9月5日、官邸類別等級別表の輸送艦の項にある、輸送艦1等第1号型の次に2等第101号型が加えられ、第101号から第161号輸送艦と、改名、戦没により所管を解かれた3隻を除く39隻が、官邸のうち輸送艦として類別された。内訳としては、各鎮樹府に所管された20隻が、会所管。 未成の9隻も家庭所管を解かれ、特設輸送艦29隻はすべて輸送艦となった。また陸軍からは、春工済みで、実戦配備されていた、陸軍輸送艇第1506号から第1508号、及び、第1544号の4隻が海軍へ、返還され、第106号から第108号及び、第154号を輸送艦と改名。 同日に竣工した一隻及び、未成の五隻も含め、計十隻が海軍へ返還された。一方で未成の特設輸送艦のうち、第145号から第148号、第162号、第163号特設輸送艦の6隻は、命名を取りやめ、陸軍へ移管された。しかしこのうち、1945年1月25日には、 第145号から第147号輸送艦の3隻が海軍に返換されている。9月5日以後、特設輸送艦として類別される艦はなくなり、海軍に配分されたものはすべて第101号型輸送艦として類別された。その後海軍には7隻、陸軍には5隻が追加で建造されたが、全75隻のうち最終的に6隻が未成のまま終わった。 太平洋戦争勃発後、ガダルカナル島の戦いなどで前線への輸送任務の困難を感じた日本海軍は敵の制空権下を高速で突破できる専用輸送艦の開発に着手した。その中で戦車などの車両を急速に揚陸させられる輸送艦として開発されたのが本型こと二等輸送艦である。機能的には戦車揚陸艦の一種であるが、 上陸作戦用の揚陸艦というよりは、味方地上部隊への補給物資や、増援部隊の高速輸送が本来の任務であった。基本設計の未完成本部が行い、詳細設計は、呉海軍交渉に一任する方式が取られた。設計にあたっては、ドイツから1943年に提供された、イギリス軍の戦車揚陸艇、LCT マーク5の図面も参考にされた。 1943年9月に建造が正式決定された。なお、戦車揚陸艦の開発も、大発動艇や新州丸、秋津丸に代表されるように、上陸作戦用の支援艦艇の開発に早くから理解のあった陸軍が先行しており、これは機動艇としてすでに開発、実用化されていたものであった4月には、試作第1号艇、工業を竣工している。 1943年6月に軍令部から SB 艇の要求が行われた。その要求はおよそ以下の通り、基本計画番号 J39、連合国軍側の揚陸艦艇では、中型揚陸艦に近い規模であり、LST-19 戦車揚陸艦の半分程度の排水量である。全般的な設計としては、強行輸送という用途に応じる高速性能と、強兵装の一方で、 戦時下における量産性への配慮がされている。外観は広い全部看板と観光部の環境や艦尾の怒りなどアメリカ海軍の戦車揚陸艦に類似した姿であるが艦首の構造は LST-19 のような2枚扉の観音開き式ではなく LCT やダイハツなどの上陸用集艇と同じような艦首の門扉が1枚であった。揚陸の際には門扉が 前方に倒れて、私板となり、その上を車両が走行できる構造になっている。航行中の前方視界を確保するため、監視門扉の上端には、開口部が設けられている。また、監視看板上左舷側にボックスを設置し、接岸時などは、乗員が常駐して、環境と連絡を取れるようにした。船体は、工作を容易にするため、形状に直線と平面が多用された。 船体の抵抗増加が予想されたが、水槽試験によると速調、非位置以下では抵抗が増加するが、それ以上の高速では問題ないことが分かった。戦時標準船などに導入されつつあったブロック工法も採用され、船体は船首部、中央部、艦首部の3個のブロックに分けて建造された。各ブロックはすべて溶接、ブロックの接合は溶接でいった。 このような工夫により、日立造船向島工場の第1巻でも、船体の工数約3万、建造期間112日で完成した。以降、工数はさらに短縮され、第5巻では半減した。艦首底面の形状は主樹検討されたが、第8と同様の船体下に2本の6材を出すものに、下、6材は溶接で船体に取り付け、また非防水構造として、 損傷しても船内に影響がないようにした。また戦争部は全て二重艇として防水に努めた。格差した時の艦守部の水深を1メートル程度とし、人員が飛び込んでも支障のない形状にした。本館型は上陸用舟艇と異なって、単独航行能力を持つ設計ではあったが、平底かつ平らな艦守の箱型線形のため、あまり高揚性は高くなかった。 波の穏やかな南方の当初地帯での運用を想定したためで日本近海などを航行する時には晴天時を選び、高天時は島伝いに航行する計画であったが実践では洋島への航海など日本近海でも使用され船体の強度不足が露呈したこのため修理工事の際などに補強工事も行われた船体形状から風圧側面積比が2以上と大きく 復元性能は特に十分留意した。GM を 800mm 程度とし、格子状態でのレンジが120度以上となった。これにより後の対空兵装の増備が比較的良いになった。第149号の上甲板へと、揚州実験のために更新する95式系戦車。搭載量はディーゼル装備艦で戦車の他に、人員320名、貨物26トン。 タービン装備艦で人員200名、貨物22トンの計約250トン搭載可能としたタービン装備艦はその後の船体補強などにより人員120名合計約220トンに減少した搭載能力を上げるために上艦板も使用することにし戦車の搭載スペースとしては艦内の船倉と上艦板の2カ所が用意された 各種戦車の搭載可能数は以下の通り、戦争と監視通路の間には傾斜した内扉が設置されており、この内扉は上甲板の車両を監視通路に下ろすためのスロープ兼用となっており、上甲板には内扉に対応した開口が設けられている。公開中は内扉を下ろし門扉と二重の防水壁を構成し、上甲板の開口は効いた等で塞がれた。 戦争内の戦車を揚陸するときには打ち、扉を上げて、戦争との通路が開かれる。門扉、打ち扉の上げ下ろしは、揚病気のワーピングドラムを使用して、偽装の簡易化を図った。また、揚病気の故障を考慮し予備として、人力装置も設置した。揚病気等の被害で打ち、扉を上げることが,が不可能になる場合を想定して、まず戦争内の戦車を揚陸、次に打ち、扉を下ろして、 上艦板の戦車を揚陸する順序としていた。陸軍の資料では、戦車の途半角度は30度となっており、内扉の表面は、キートなのでその傾斜角度は23度とした。陸軍の資料は土手での値であり、実物の内扉を陸上に設置して実験してみると、表面の間質等の状況により、場合によっては途半できないことがあった。内、扉表面に、 ロのむしろを2枚敷くことでどんな状況でも途半できることが分かったが、解決には約3ヶ月かかった。この時には、すでに第一艦が偽装工事終了に近く、解決策が出なければ艦が完成しても運用ができない状況だったという。門扉の形状で一番望ましいのは、艦首が左右に艦論開きになり、銅板を繰り出す形状だったが、急速建造に対応するために、 モンピは簡単な一枚な平板とし、それをシルベイタと兼ねる形状にした。この形状は水の抵抗が大きくなり、ウォーターハンマー現象に対する強度は特に注意した。モンピのパッキンは通常のゴムでは防水が保てないため、白縄で防水処理を行った。また節眼揚陸時にモンピを開くと、開口部から巻き波で海水が侵入する恐れがあった。 このため門扉はなるべく高い位置に設置され、戦争へ続く通路は、内扉の場所で一時的に高くされた。この場合でも、通路の傾斜は23度以内となるように設計された。第103号型輸送艦の艦内側面図、各艦板平面図、戦争内はなるべく平坦になるように設計された。また戦争はなるべく幅を広げて、容積を確保したが、 一方で原則が被害を受けた時に一挙に浸水しないよう、両側面は原則との間に防水区画を設けた。防水区画は横角壁で四つに分けられ、また片原浸水時の傾斜が大きくならないよう、一つは反対原の防水区画と二重底でつなげてあった。防水区画の内部は戦車搭乗員や輸送人員の居住区に使用され、上甲板には昇降用ハッチが 左右2個ずつ設置された。戦争との隔壁は、純ガソリンタイトとし、戦争の空気を直接外に排出するように、通風トランクを設置して、戦争内での戦車のエンジン起動を可能にしていた。陸上から戦車を揚陸する際は、艦首のバラストタンクに注水して、格座、離岸するときには、艦首のそれは空に、艦尾のタンクに注水して、離岸を容易にする計画とした。 また更新のみでの離岸は不十分と思われたので2.3トンのカンビイカリを設置した。接岸前に闘病しておき、離岸時に溶柿でワイヤーを巻き上げて離岸の補助とした。この闘病は溶陸中に船体が横を向くのを防止する働きもあった。なおカンビイカリに秒差を使わずにワイヤーとしたのは隠密性を考慮して動作音を抑えるためだった。 搭載物資はすべて監視門批から搬出する計画だったが、実施部隊の要求により、環境前の上甲板に小型ハッチ2個を設け、付近に3.5トンデリックを装備した、敵の制空圏下に突入しての強硬輸送を想定したため、武装は充実したものとされている。計画では完備に8センチメートル広角砲一門、環境量限に25立方ミリメートル連装機銃が、 1> 各一機でマリアナ沖海戦後の1944年9月以降、他の軍艦と同様に機銃装備がなされた。装備状況は艦によって違いがあるが、後継図の第141号輸送艦の例のように 25mm 連装機銃が環境前に新設された機銃台と完備艦板上に各1台装備され、また艦上の空いたスペースに 単装機銃が11丁前後装備された。爆雷搭載の計画はなかったが、1944年4月以降に爆雷搭課題を6機装備、爆雷12個を搭載した。直接接岸しての揚陸を目的とした艦であるが、上陸用終停である10メートル特型運河船も、総載艇として搭載していた。これは、接岸地点援護のための先見用引揚陸や、 全土警戒の目的で搭載されたものである。シュイカリは1トンを1丁、秒差は20ファイ X10 節を1連、右舷にのみ装備した。要病機は、ディーゼル艦が電動式、タービン管が蒸気式を1機装備した。前述したように、この要病機は、門扉やち扉の上げ下ろしにも使用された。火事の平行台1枚、面積は、 タービン管で4.678平方メートル、水中側面積比は、ディーゼル管で1、35.87、タービン管で1、36.3だった。かじ取り機械は、ディーゼル管が電動式、タービン管が2気筒ピストンを1機装備した。タービン管のそれは舵を台画角から戻す時の出力が不足していた。舵の面積を小さくすればよいが、旋回性能が悪化する。 火事のバランス点を大打角側に変更することで、運用に問題ない程度に収めることができた。特に直接防御は有してない。ただ環境は14メートル MDS 項で構成して、防御とした。また、ディーゼル艦の機械出現速は外違反を12ミリメートルと厚くした。s b 艇、編集第141号輸送艦艦型図、1944年10月期間は、 第2号型解剖艦と全く同一の機関を採用し、タービン式で出力2500馬力、速力16ノットを計画した。後述のディーゼル式装備の第101号型と区別するため、タービン式装備の SBE 艇の意味で、SBE と呼ばれる。主艦は0号つ1 5改め型保護艦本式艦2機、蒸気圧力は 20kg、平方センチメートル、温度は 接氏214度だった。当初重油戦晶ボイラーを搭載したが、1945年1月以降に寄港された艦は、石炭戦晶ボイラー搭載に変更された。また、第147号など、数石が石炭戦晶に改造された。これらの艦は煙突を延長、環境構造物より高い煙突になっている。航続距離は高速時での距離が要求された。 後日のディーゼル搭載艦は3000回り13.4ノットと決定したがタービン搭載艦で16ノット時に同じ距離とすると燃料搭載量が大きくなり同一の船体に収まらなかった急速建造の観点から別船体とすることはできず大路は全力16ノットで1000回り袋は14ノットで1700回りで 合計2700回りと変則的な決定となった。これは本型が反省毛品として考えられていた状況を示すものと思われる SBT 編集第101号輸送艦艦型図、竣工自主機をタービン機関からディーゼル機関に変更した略動型である二等輸送艦の初期生産分6隻について本来のタービン機関の生産が間に合わなかったため、 1> 第1号が拓船特務艇用などに生産されたディーゼル機関を装備した400馬力と低出力の機関であったため主機を3機装備しスクリュー3機の三軸推進艦となったディーゼル式機装備の SBE 艇の意味で SB 艇と称した機関変更した略動系という意味では解剖艦の兵型と艇型の関係と類似している基本設計は タービン装備艦と同じであるが、機関出力低下により、速力が2.6ノット低下しているほか、両弦にスクリューがあるために離岸時の相関が困難であったと言われる。ただ燃費は大きく向上している。1943年秋から終戦までの間で、69隻を完成した。計画の途中から陸海軍艦での折衝の結果、機動艇との共用化が図られ、 陸軍が資材提供を行う代わりに陸軍向けにも供給されることが決定した。これにより、後述のように35隻が陸軍へと移管されているが、うち13隻が海軍へと返還されており、最終的には合計22隻が陸軍で使用された。海軍では一等輸送艦と合わせて輸送専門部隊である輸送船体を2個編成した。 フィリピン方面などでの輸送任務に投入され、その特徴を生かして、戦車部隊の輸送も行っている。冷手島の戦いでは、特に式内家庭を装備した海軍陸戦隊による逆上陸戦にも使用された。当初の計画では、運用が想定されなかった波の荒い日本近海でも、補強工事を施された上で使用され、移動しの輸送を行うなどしている。危険な任務に多用されたため、 後継の艦歴一覧に示す通り多数が戦没した。陸組へは22隻が引き渡され、船舶兵が運用する機動艇として使用された。各1隻を装備した機動輸送中隊が運用部隊として編成された。SB 艇は船舶兵にとっては不慣れなタービン機関を主機としていたため、運用は難航したと言われる。終戦時に航行可能な艦は、 特別輸送艦となり福音輸送に従事した後、賠償艦として引き渡されるが解体された。戦後、特別輸送艦の指定を受けた艦は、油大南号と解消の上福音輸送に従事した。ありがとうございます。